私の友人がこのブダペストに住んでます。その友人に会いに行こうと思うんですけども、すげえ。個人事業主セルフエンプロイってやつです。一番正直ヨーロッパ来て一番きつかったの、そこもちょっとからくりあって、うん、ハンガリーの税金高い。ハンガリーの税金はまあ病院は無料なんですけど、歯医者は無料なんですけど、うん、無料のとこ行くと歯とかすぐ抜かれるので、その彼はですね、日本人でこのブダペストでファッション、自分のブランドを立ち上げて行こうとしている若者です。さあ、コウ君に会いに来ましたけども、先月にこの場所にスタジオをね、この場所借りて服を作ってるということで、いやすごいわ。全くね、夢というか構想だけを持ってたイギリスの時代にあって、形をこうやって作ってるっていうのはすごいね。ちょっといい、見てもいいですか。これが作ってる服、この3つ、ね、これ今見てるやつで、いやこんなね、私の動画に出てもらったらブランドに傷つくんじゃないかって心配ですけど、あちょっと和柄なのかな。それは日本で見てるやつだと思ったんですけど、こっちがちょっとデカめのサイズで作って、この上になんか書道家の方の感じが戻る。あ、そう。そうなんですよ。そういう方がこっちにいるの。そうですよ、はい。デザインで会社経営してる。よくそういうつながりも作って。そうなんですよ。書道家の人いるんだね。そうなんですよ、書道家で。しかも少しユニークな筆の使う方なんですけど、うん。あ、そう。日本で10人ぐらいしかその筆持ってる人いないっていう。あ、そう。筆が変わってるんだ。そうなんですよ。かなり扱うの難しいらしくて。いや、このね。皆さん、服を作るね、現場を見たことありますか、これ。そうだよ、企業秘密。あ、こうやって作っていくんだ。なんか、こうとか。今は学校も卒業してるの？もう卒業し、なんか、個人事業主のビザで、今、こうしているので、うん、事業、フリーランスです。個人事業主のやつでいて。それでいられるんだね。そうなんですよ。税金納めてて、何とか契約をあれば、フリーランスでやってるってことが証明できるので。そうそうですね。あ、これが書道家の。そうですね、こっちでは受けそうだね。そうなんですよね、うん、めちゃくちゃでもかなり履きづらいですね。あ、そう、ちょっと前見せたの。そうなんです。 T シャツも作って、これは何、ここに展示してるっていうのはさ、はい、買いに来ることができるってことか。いや、なんかコワーキングスペースなんですけど、みんなこれ展示会とかやったりするんで、後々人が来て、そうですね、後々だから、うん、来てもらって展示会してもいいなって感じです、ね。へえ。工房を使って作品を生み出してると、はい、めっちゃかっこいいわ。よかったです。中国人、なんていうんですか、警察がいるんですけど、うん、中国人とそれ以外の人でちょっと法律違うみたいな、取り締まり方がちょっと違うみたいなこと言ってて、それちょっと問題になってます。あ、もうそれぐらい中国がこのハンガリーの社会に結構影響を持ってるんだ。かなり力持ってんだ、はい、だから今多分来年からできるのが、その中国人のためのまあ、警察です、うん、中国人のための警察、はい、簡単に言うとこう緩いの、中国人に対してちょっと緩かったってこと。あ、それも多分多めに見られてるのかな、はい、マフィアとかもいるみたいで、会ったことないです、ね、あ、そう、なんていうんですか、みんなこの腕章とか、はいはいはい、すごいこのなんていうんですか、首から下げるタグ持ってるんですけど、うん、あれ実はあ、なんちゃってなんちゃってで、あれただのポケットマネーにしかならなくて、もちろんこの
切符買わないで。じゃあその人は公共のスタッフというよりは、そうですね、もう自分でやって金をせしめてる。はい、あのユニフォームとかオレンジ色のジャケット黄色かな、あれとかも買えるみたいで、あれは完全にその人のポケットマネーにそのまま入るらしくて。マジか、だからマジか、そうなんです、そういうこともあるんやね。そうなんです。いやだからさ、そうですね、観光客とかをね、そうそう、観光客が容赦なくやられてる感じで、はい、多めに見てもらう雰囲気なくてさ。そうなんです、うん、で警察呼ぶぞっていうのが始まるんですけど、うん、警察呼んでも何もできないので。あ、そう、結局コントローラーの方って警察呼ばないんですよ。ほぼの方いないので、結局呼んでもその、なんていうんですか、日本でもあの民事でした。なるほどね、はい、入れないので、うん、呼ぶぞって言って呼ばないんです。あ、もうなんか偽物しかいないんです。あ、そうなの、取り締まり。はい、取り締まり。マジか、それめっちゃ裏話やん。そうなんです。で、ハンガリーなので、あとペナルティの額がすごい低いんですよ。あ、そう。例えば普通のヨーロッパだったら100ユーロぐらい取られる、100ユーロが取られると思うんですけど、うん、ユーロで言うとここ多分 3,40 ユーロぐらいじゃないですか。あ、そう、結局買わなくても。なるほどね。そうなんだ。なんか俺それ見てさ、もうビクビクして、はい、もうしっかり買わなきゃみたいな、もう、ね、打撲しなきゃみたいな、はい、少しあそこも辛くなりますよね。あ、でもね、まあね、はい、観光客だから狙われるからな。そうですね、本当に。でよく切符売り場のあの、うん、マシーンもよく作動してないことが多いので、あ、結局どうするんだよってのが多いです、ね、はい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 、いや面白いな話が。ハンガリーに住んでその中のこと知らないと分かんないこと。いや、そうですね、本当に面白い、面白い。もう2年以上経つんですけど、今だから税金払って、はい、ここでフリーランスビザでいるわけだけど。そうですね、ハンガリーの税金高い。なんかビジネスマンにとってはかなり安いらしいです、ね、あ、そう、世界的に見て。じゃ住民税とか、まあ、そういうのもあるわけだ。そうですね、うん、僕とかだと、例えばフリーランスの人だと、うん、毎月パーセンテージとは別に納めなくちゃいけない額っていうのがあって、うん、その、うん、社会保険とか、はい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 、とかあるんですけど、まあ今の僕にとってはちょっと高いですね。なるほどね。月々5、6万ぐらいです。あ、高っ。はい、全部込みで。めっちゃ高いね。はい、そうなんですよ。え、その代わりでもやっぱ手厚いわけ、なんか病院行けたりとかさ。まあ病院は無料なんですけど、歯医者は無料なんですけど、うん、まあ、無料のとこはやっぱりひどいですよ。あ、そう、歯医者だと公共のやつと私立みたいなんていうのかな。そうですね、はい、日本も同じで、まあでも歯医者はすごいクオリティ高いのと、うん、保険証なくてもかなり安くいけるので。なるほど、はい、日本よりはかなりいいですね。ああ、無料のとこ行くと歯とかすぐ抜かれるので。やば、あまり行かない方がいいです。歯は一生ものなので。そう、病院とかもかなり待ちますし、うん、あと入院とかした時、うん、食事が、うん、ジップロックに耳のついたパンと、なんかこう、え、入院したことあるの？ここないんですけど、僕の、うん、はい、彼女が入院したことあって、うん、1回行った時ひどかったんですよ。あ、そう、はい、ジップロックにこの犬の餌のように、やば、ここで、はい、はい、じゃあかお茶しましょう。ビザはだからオランダとかドイツばりに取りやすいんだ。ここ取りやすいですね、個人事業主、セルフエンプロイってやつですね、あれが取りやすいですね。オランダは結構そういうイメージ強いのよ。そうですよね、うん、だけどハンガリーでその取りやすいってあんま知らなかったね。まあでもやっぱりもちろんその経済かなり低いので、うん、まあ、その分なので、その国が求める年収の、うん、基準が額もかなり低いので。オランダが確かね20万以上かな、20か25万ぐらい月稼いでないとってあれで、はい、いや俺いきなり行ったら多分無理だなと思って。そうですね、ハンガリーだと大体、10万から12、3万ぐらいです。それが最低の月の額って決められてて、まあ、それに対してのこの契約書、うん、僕だったらフリーランスなんで、うん、会社と働くときにその自分でインボイス書いて、うん、で月々いくらいくらもらってることになってるっていうのを国に証明したら大丈夫ですって、うん、今だからさ契約してる会社があるわけ。まあでもそこもちょっとからくりあって、うん、前はもちろん企業で働いてたんですけど、うん、今は働いてないので。え、企業で働いてる時あったの？はい、企業、まあそれもフリーランスのやり、うん、形でやってたんですけど。そ
てファッション業界でも。そうですね、ファッションブランドなんですけど、まあでもどこもどのまあ、日本も同じだと思うんですけど、うん、ファッション業界って結構給料低い、うん、あとかなり、まあ、例えば人権ないとかあると思うんですけど、ハンガリーも同じで、うん、まあ、かなり給料低いですね。例えばフルタイムで週540時間、うん、週40時間ですね、働いて月手取りで8万ぐらいです、ね、やばいね。生活ができないのでやめました。え、それもさ、自分のやりたいファッションのあれじゃなくて、もうそこの会社のこの作業しろっていうのをひたすらやるっていう。そうですね、はい、例えばかわいいですね。じゃあひとまずちょっとゆっくり飲みましょうか。去年の年末ぐらいですね、僕ヨーロッパ来たからあんまり日本人のコミュニティ苦手っていうか、そのそうだ、ね、入ったことなくて、でたまたまそのハンガリーでバッグのデザイナーしてて、その方が日本とハンガリーのハーフの方なんですけど、うん、まあ、たまたまその方の展示会行ったら、うん、いろんな方来てて、もちろん日本の方もいっぱいいて、そこからサッカー好きって言ったらこう呼んでもらって、そこから勝手に日本人コミュニティに入ってきました。 そう、あと今コーフィーとあれなんですよ、日本語クラブで先生してて日本語教えてるんですよ。それでちょっと足しにしてるんだ、インカムの。そうですね、あ、お小遣いみたいな。まああとはい、そのぐらいかな。すげえな、たくましく生き抜いてるね。そうですね、かなり結構切羽詰まった時はあったんですけど。で向こうのさ、ご厄介になってるご両親はさ、プレッシャーかけてこないの？全然お前もうゆっくり応援してやるからって感じなんだ。まあ全然もちろんその応援してやるってもその経済的な援助はないんですけど、まあ、特に自分なりたいことを応援してくれるっていうか、なんか親も親で分かってますね。僕はそんなに、なんていうんですか、例えば役所になったりとか、はい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 、そういう風になんないってことをかなり理解してるんで。一番正直ヨーロッパ来て一番きつかったのデンマークの時代だったんで、うん、あの時収入もなかったですし、あれはだから学校通ってた時でしょ。そうですね、大学に通ってたんですけど、うん、だから田舎住んでたんですけど仕事見つからなくて、うん、出稼ぎ行ってましたよね、コペンハーゲン。はいはいはい。だから片道4時間ぐらいかけて。あの時はビザ的にも働けたの？行けたんですけど、うん、ビザは、申請中ずっと降りなくて、半年ぐらい待ってやっと降りたってなった時、僕退学決めちゃってたんで。なるほどね。そこでハンガリー来たんですよ。うん、なかなか仕事を取れなかったんだね。そうですね、バイトでもその雇ってもらえなくて。はい、うん、だからあれですよね、デンマークも同じで、多分日本もマイナンバーカードないと働けないですよね。ああ、なるほどね。そういうのがまだいろいろあって、はいはいはい、それも降りなくて、うん、なかなかそれだと、まあ、やっぱり違法になっちゃう、うん、まあこう合法的な働けなかったです。まあジャパレスですよね、はい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 、日本のレストランで、まあ、3分の1の給料とかで働かせてもらったんですけど、まあ、デンマークかなり給料もともといいのと物価、うん、というかその通貨かなりいいので、うんうん、3分の1でも1000円いかないぐらい、まあ、1000円ぐらい日本円でもらってましたね、うんうんうん、なのでギリ家賃払って、はいはいはい、まあでもそうです、本末転倒だったので、うん、学生やってるのに働いてばっかり、うん、まあそうだよね。それでちょうど歯医者行きたくてハンガリーいいよって友達から聞いたので、それでハンガリー来ちゃいました。その流れだったの？いや、そうですよ。あ、そう、はい、そうか。で、それで今の彼女と出会う。そうですね、はい、うん、あと、そのデンマーク出るときたまたまレストランで働いたときに話しかけた演出家の方いたんですよ、うん、その人が結構仕事振ってくれることを。あ、そう、で日本人？それノルウェー人です、ね、デンマークに住んでるノルウェー人 で演出家の方で、例えばこのアシスタント欲しいときとか呼んでもらって、デンマークかなり給料いいん でこう、例えばもちろん交通費とかも払ってくれるので、よくハンガリーからこう行って帰ってきてっていうのを最初の1年続けてて、まあ、やっぱデンマーク給料いいんで。その演出家の方が振ってくれる仕事はファッション系なの？じゃあこの舞台でこういう服用意してくれとか、ね、はい、服とか、あとは、まあ、当時コロナ禍だったんで、コロナの影響で、台湾から頼んでた服のデザイナーの方が、まあ、台湾ってかなり厳しかったじゃないですか、うん、なので来れなくて、その代わりに、まあ、アシスタントとして来てくれとか、あとはまあ全体的な援助、アシスタント、その上司のアシスタントですね、はいはいはい、とかで
そのお金で最初の1年とかハンガリーで暮らしてましたね。全然行けたので、コスト低いのがハンガリー。まあでもその次の年ですよね、その次の年、うん、あまり仕事が来なくなって、うん、例えばハンガリーでバイトとか探し始めたんですよ、うん、当時時給が本当に300後半から400前半ぐらいだったので、やばいね、うん、生活できない、うん、どんだけ1日だって8時間働いても5000円もいかないってぐらいになるので、そこから交通費とか引いたらバカバカしくなってくるんですよ。他の国とやってること同じなのに。そうね、そうなんですよね、っていうのもあって、うん、マジサバイバーやなまあでも国自体はすごいいいんで、うん、給料を除いたらすごいいい国ですよね、うん、ご飯も美味しいですし。で今物価上がってる中でさ、給料は上がってないの？あんまり給料一応上がってるんですよ、地味に。そう、地味に上がってるんですけど、その当時よりはちょっと上がってるんです。まあ、たかが知れてますよね。かなりカルチャーショックですよ、ね、うん、それでそれが普通で、まあちょっとあれですけど、それが普通でこの国の方これで育ってるので、うん、いやでもかなりきついですよね、うん、すごいいつもこうなんていうんですか、まあ、幸せだったらいいですけど、うん、すごい貧しい思いして、うん、こう育ってそれが普通だったりとかあるので。そうですね、でも僕の印象ですけど、やっぱ給料低い分サービス悪かったりとか、うん、あと、まあ、日本はやっぱ別ですけど、うん、提供遅かったりとか、うん、かなりこう怠けて見えることが多いですね、はいはいはい、でもいつも納得しますね、まあ、給料低いの。なるほど、まあ、僕も働いたことありますけど、この給料でやってられるかって。なるほどね。そうなんですよね、今はまあ細々と作ったりしつつ、で来年ちょっと仕事の話がある。そうですね、デンマークのその演出家の方の、うん、パフォーマンスの衣装、うんうん、しかももうアシスタントじゃなくて、そうですね、実際にデザイナーとして。すごいね。でも、まあ、自分自身で作ってって感じですね。ありがたいですね、すごく、うん、じゃあそこまでは、まあ、もうなんとか生き抜かないといけない。そうです、来年まで。だから最低でも来年まで。そうよね、はい。まあ、この一つのモチベーションですよね。いいですよ。でそこでまあね、うまくいったらそのベースで引っ越しもして次の国っていうのが見えてくるわけよね、はい、っていうのが理想ですよね。理想だね、はい、ヨーロッパで生き抜くにはって感じですよね。まあもちろんね、なんか目指すところはでかいと思うんだけど、もうすでにこの2年ここでサバイバルで生き抜いて自分の分野を育ててる、はい、前に進めてるってだけでも、この経験が結構もう貴重な。確かに第三者からするとすげえな、どうやって。いやでもっていう感じがあるよ。いやでもまあそう言ってもらって嬉しいですけどね、うん、まあ、満足ねしちゃいけないんだけど。そうですね、でもあんまりどうなんですかね、うん、まあ、コウ君の場合は淡々とね、あんなに。いや、もちろんきつかったんですけど、うん、なんか周りの方がなんて言うんですか、そこにこう拍手してくれるかってまた難しいですね。やっぱりみんな、例えばワーホリとか来て、大体ワーホリ終わったら帰るのが多分一般的だと思うんです、うん、まあでもやっぱ日本っていい国なんで、うん、来ても帰りたいと思っちゃいますよね、うん、日本語通じますし。そうだね。そうです。いやでも本当ありがたいですね、うん、言っていただいて。そうですね。めちゃくちゃいい時間でしたね。いや世界を寝床にっていうことで、自分のポジションをどこに、世界のどこに取るかってね、探りながら今放浪の放浪っていうかハネムーンですけど、半分ハネムーン半分放浪ですけどね。やっぱり一つの場所で勝負しながらやってるコウ君の話はね、だいぶ刺激を受けたね。いや本当に頑張ってほしいし、もう絶対コウ君のブランドが立ち上がるのを信じてます。めっちゃ応援してます。ありがとうございます。いやすいません本当に。じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。また私連絡します。また連絡します。